民は宝石。こんにちは。今日、こうして全員で集まることができ、私の心は嬉しい気持ちでいっぱいです。ここでの暮らしが数年前と比べて快適だと言ってもらえるようになり、私は幸せを感じます。例えばそれは、過不足のない水と食料、暑さや寒さから守ってくれる衣服と住居、プライバシーを確保できるトイレとオフを、知識や技能を学べる学校と図書館。 病気や障害を克服できる医療と技術、個性や経験を活かせる職場、伝統的な文化や監修を受け継げる祭典、民族や宗教が異なる人々とも仲良くできる感性、女性や子供や年配を大切にできる愛、そうした数々の環境です。私が身につけているドレスとアクセサリーは、ここにいる全員で心を込めて作りしたもの。 素材は粉々に砕かれ価値を失ったゴミや打ち捨てられていた遺物をリサイクルしたもの。目が張るものや高品位だと評されているものや貴重な部材などは一切使っていません。ところが驚くほど美しい輝きを放ち、すべての素材が心から喜んでいるように感じられる。長い年月をかけ、皆で少しずつ磨き、いろんな話をしながら、初めましてな方々ともご一緒し、わからないことを教え合い。 難しい工程は補い合い時にはのんびりと休み形になりましたね私はこうした手仕事が久しぶりでしたが皆さんと過ごす毎日が楽しく素直に嬉しかったその貴重な体験はかけがえのない大切な記憶として私たちの胸中でいつまでも輝き続けますこのドレスとアクセサリーは国境を越えた世界遺産として数世紀後にも愛されるでしょう民族や宗教の垣根を越え 貧富や能力の格差を超え、皆で作り上げたこの芸術は、全員の宝物。キャンプの集会所で飾られるこの衣装はいつでも誰でも身につけることができますから、ぜひその身にまとって写真や動画を撮ったりしながら、全員の気持ちに思いをはせてください。民は宝石。そう言葉を残した一人の女王が、昔々どこかの国にいらしたそうです。皆さんはこれをどう読み解きますか どんな感情を抱きますかどう狙い、祈りますかあなたの心に浮かんだその答えはあなたが望む世界そのものであり、いつか必ず叶います。そのことを真に理解した上で、今一度、誠実に、その意味について、皆で考えてみましょう。民は宝石。そう言葉を残した一人の女王が、昔々どこかの国にいらしたそうです。皆さんはこれを、どう読み解きますか どんな感情を抱きますかどう願い、祈りますかですから、私はこう約束します。世界中のあらゆる存在が、安心、安全な日々を生きられる、互いの違いを尊重し協力して生きられる、愛情と勇気と権利を、皆等しく持つ社会を育てると、ME25 年1月1日、イスラエル難民キャンプ、国際協力連合、